夢ラジオ第2840回、今日は令和3年5月12日水曜日です。時刻は午後3時、横浜港北水曜の午後となりました。今日は朝から雲が出てる、そんな一日で、今も雲、曇りですね。だから遠くの方が見えない、そんな風景です。初夏の佇まい。リスナーの皆さん、水曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。さて、2840回目の夢ラジオ、今回は野口英世を取り上げます。野口英世さんですね。偉人の、つまり偉大な人の伝記というのを、まあ、子供が読む場合、多分この野口英世さんの本が一冊入ってるだろうし、小学校の教科書にもこの野口さんの話が確か載ってた。今はどうなんでしょうね。ですから、まあ日本で普通に教育を受けていたら、どこかでこの野口英世さんっていう偉大な人がいたよっていう名前を聞く、そんなお方でもありますね。福島のお生まれで、家は、まあ、父親があまり働かない人だったということで、お母さんが、まあ、ものすごく働く、それでもう家計回しているような、そんなお家、まあ、ですから余裕はないわけですね。で、まあ、野口について言われることは、左手がもう効かなかった、指が全部くっついてしまった。これどういう症状なんでしょうね。やけどということになっていますが、どういうやけどでこうなるんでしょうか。いずれにせよ、まだ1歳ぐらいの赤ちゃんの時に、まああったかくなるようにっていうんで、いろりのそばに寝かしておいたら、まあそのいろりに手突っ込んで、それでそうなったという話ですね。で、この左の手が全然効かなくて、まあしかもくっついちゃってて、で、まあ、それをからかわれた小学校では、けれどその左の手、それを手術してある程度動かせるようになる、そんな手術をしてくれたお医者様もいて、それで医学の道を志した、これも有名なお話です。その後、やっぱりお母さんの頑張りがすごかったんですね。その高等小学校まで野口少年を挙げて、そしてその頃に医者になりたいと。ただ、まあ、今もそうだし当時もそうですが、医者になるというのはもうそもそも大変で、まずお金がないとダメで、でもうハードルがいくつあるかわからないみたいな。けれど最初はからかわれて、手のことをね、で学校嫌になってた野口少年も、やっぱり勉強させてみれば頭が良くて、しかもずば抜けてたようですね。で、まあ、この子をこのままにしておくのも惜しいと。で、この辺はやっぱり野口に
まあ、徳があったんでしょうね。野口の生涯では必ず援助者が現れますね。誰か。ふっと。で、結局、君ならなんとかなりそうだみたいな、そういう特殊家にそう思わせて、思ってもらって、で、東京に出てきて、だからあの時代に東京に出てくるだけでも大変だったはずなんですけど、そして、医学の勉強する、しかも正規のルートで医学校に行ってっていう、そういうもう長い勉強は取れないの で今はもう有無を言わさず医学部にまず行かなきゃいけないし、それで国家試験取らなきゃいけないとなってますが、当時は試験でいい成績出せば、その前どこで勉強したかはそれほど関係ないっていう、そういう試験でもあったようです。これは医学の試験だけじゃなくて、外交官の試験とかも、もうそれ以前に大学行ってようが行ってまいが、まあ、英語ができる、ね、あるいはその他の試験でいい点取れるとなった場合、外交官の試験にさっと入れた松岡洋介なんかはそんな入り方をしてましたね、外務省に。だからおそらく医学の分野でも医学部に行ってなきゃダメだ、医学校に行ってなきゃダメだじゃなくて、自分で勉強して、で試験でいい成績取れるんだったら、その前の学校でどう勉強したか問わないみたいな、野口はそのようにやって、そして最短距離で医学の試験取った、医学の免許取ったというぐらい、やっぱりこの辺の頑張りはすごい。で、なんか北里柴三郎の伝染病の研究所がありましたね。だからああいうところでも働いたけれど、北里の伝記を読んでいてもですね、この野口研究員がですね、まあ入っては来たんですけど、そのなんていうか私生活が乱れてるっていうのは、まあ、聞こえてくるわけですね、北里の耳に。その北里の耳に聞こえてくるだけじゃなくて、そのもう本当に私生活は野口青年の場合まあ、乱れまくっていたようです。で、東京に出てきた後でもこの野口を見込んで、もうお金を出してくれるっていう人もいたんですけど、そのお金をさっと使ってしまうっていう、でそのね、医学を続けるためとか、あるいはアメリカに行くためとか、そういう名目でお金もらってもさっとなくなっちゃうという、何して遊んだんだみたいな。ですから野口を語る時、この私生活の乱れっていうのは、まあ、どうしても出てきますね。ただし野口の野郎のために俺の金が無駄になったと誰も言わないんですよね。たとえ野口がそのもらったお金を全然関係のない遊びに使ったとしても言わない、言う人がいないどころか、その一回お金渡して放蕩されて、つまり無駄遣いされて、けれどまた野口が困ったらまた追い返しするみたいな、どこまで人がいいんだとは言うものの、野口の側にやっぱりそのお金を出させる力があった、さっきは徳があったんですねというような言い方をしましたが、この無駄に見えるお金もこの青年だったらいつかなんていうか倍返し、あるいは数倍になって返してくれるだろう、しかも自分に対してでなく、そう思わせる何かがあったんでしょうね。で結局野口は、まあ、いろんな人からお金を借りてはそれを踏み倒しという、まあ
金銭感覚むちゃくちゃだったね、この人。けれど、その分、出してくる研究成果もすごいので、いやーと、だから、研究成果がすごい分、ちょっと目つぶろうかっていう、そういう、気持ちもあったでしょうね、周囲の人は。で、アメリカ行ってからも、やっぱり、そういう、乱れた私生活というんでしょうか、それは変わらない部分もあったんですが、けれど、あの時代にですね、もう日本人が一人でアメリカまで行って、で、そこで認めてもらうっていうのが大変だったんですよね。ただでさえ人種差別っていうのが当たり前だった時期ですから。で、よくね、今言われるのは、野口が発表したその研究成果の中で、今認められているものは少ないとはよく言われるものの、サイエンスにおいては、先行研究、あるいは先行研究、つまり先に行われた研究の間違いを通して、次の研究で花開くっていうのが、よくある。ですから、後の目から見て、評価される成果がなくても、その都度その都度、半ばはったりみたいにね、出していたすごそうな研究、けれど、後に過ちと分かった、けれど、それを土台にして、その次ぐらいの人が、本当に認められる研究をしたら、その前の研究というのは、大きな土台であった、意味があった。だから、その意味においても、野口がアメリカでいろいろ発表したその論文ですよね。その中には、今振り返って評価されるものがほとんどないとか言われても、そのたとえ後で誤りだったと分かっても、後につながったねという、それがはっきりしていたので、ですからアメリカでも認められた。ですから、アメリカのいろんなとこに、あるいは南米にも行きましたね、この方は。南米のいろんなところに野口英世の像があると。日本人の中で海外で一番銅像が多いのはこの野口英世なんだそうです。そして、やはりここでも、私生活がどうあれですね、人類のために、医学に貢献したいという、その思いは、おそらく野口に接した人誰にもに伝わったと思われます。ですから、この青年と、あるいはこのおじさんになってきたとしても、ちょっといろいろね、プライベートでは問題ありそうだけど、頑張ってはるなと。よく黄熱病って言うんでしょうか、高熱病って言うんでしょうか、あの熱病に倒れたと野口は言われますね。で、野口は一度、この高熱病に対するワクチンを作ったというふうに発表したんですけど、それがやっぱり今回も間違いであったと。高熱病には効かないぞ。で、実際そう聞いて、アフリカまで行って、で、確かめようと思ってね。ほんで、自分もかかっちゃったと、その高熱病の研究やってるうちに。で、それに対して自分でワクチンはこれですっていうふうに開発した、それを自分に打ってみたけど効かなかった。自分の身をもって自分のワクチンが効かないことが分かった。なんか悔しかったでしょうね、この時野口さんは。ものすごい、研究生活というか、もう睡眠は1日に3時間とか、こんな感じでずっと頑張っていたようです、アメリカでも。ですから、この野口の頑張り具合っていうのは、旗で見ていても分かって、ですから、その結果出てくる研究で、10に1個でも、いいものがあれば、それは評価しよう。だから、人種差別があったとはいえ、アメリカはかつても、そして今も、本当に頑張る人にはそれなりの道が開ける、そういう社会。そして野口は日本には帰ってきませんでしたね、結局。
やっぱり正規のね、ちゃんとした医学校出てどうのこうのっていう、そして医療の世界で派閥作ってどうのこうのとは全く無縁な、そういうことのできない、あるいはしない人だったので、日本に帰って、その日本の医学界に返り咲いたとしても、ろくすっぽ活躍はできないだろうと思っていたことでしょう。その意味においては、日本人の島国根性をも乗り越えていた人、そうも言える。ですから、やっぱり北里柴三郎を置いてですね、野口英世の方が紙幣に載ったと、まあ、順番なんかどっちでもいいじゃないかとは言えるものの、それはやっぱり野口のスケールの大きさ、これにやっぱり理由があるんだろうと私は考えています。そんな野口さん、今千円札ですけど、あと2年ほど経ったら、3年かなぐらい経ったら、今度は先輩の北里柴三郎に変わるようですね。夢ラジオ2840回、今回は野口英世、日本の医学界の先駆者ですね、を取り上げました。水曜の午後です。